遥か昔、いや、もしかしたら遠い未来のことかもしれない。青く美しい海に囲まれ、豊かな自然に恵まれたイセルハーサと呼ばれる世界があった。そこでは人々は神の恵みを受け、自由と平和を謳歌していた。イセルハーサのほぼ中央に位置するファーレーン王国は、心優しきアスエル王の統治のもと、貧しいながらも平和な日々を過ごしていた。ところがある晩、予告なしの異変が首都ルディアを襲う。モンスターが大挙して城に攻め込んできたのだ。突然の夜襲に兵士たちは驚き戸惑い、しばらくの混戦状態が続く。決死の攻防の末、モンスターの勢力は夜明け前になるとようやく衰え始め、兵士たちは城を守りきることに成功する。しかし重大な危機を脱した人々の歓声は、駆けつけた兵士の一報によって重苦しい沈黙と化してしまう。国王アスエルの死、それは暗く荒んだ時代の到来をも予感させた。アスエル王の最後を見取ったただ一人の側近アクダムは、王の遺言として自ら摂政を名乗り、セリオスが王位を継承する16歳の誕生日までファーレーンの政務を行うと宣言する。この時世継ぎのセリオス王子はわずか6歳。セリオスは王位継承の時までサースアイ島のエルアスタの町で養育されることとなったのである。それから約10年の歳月が流れた。おはようございます、セリオス王子。おはよう、ライアス爺。セリオス様、あなた様が王位に就かれる日まであと2ヶ月余りとなりました。さらさらスライムいじめなどくだらない遊びはおやめになってくださいませ。立派な王となるには何より勉強が大事でございます。今日は爺と一緒に呪文を勉強いたしますぞ。ちょっと本を取ってまいります。しばらくお待ちくださいませ。
さんのモンスターどもがこの町に押し寄せてまいりました。早くこの鎧を身にまとってくださいませ。ここから逃げるのです。さあセリオス様、この抜け道からお逃げになってください。爺たちはどうするのだ。もちろんご一緒に参ります。さあさあ早く、一刻の猶予もなりません。爺、これは一体どういうことだ。この町の兵士はわずか3人しかおりません。もはや逃げ出すことは叶いません。我々はここで盾となって王子が脱出なさる時間を稼ぎます。さあ早くお逃げになってください。いやだ、爺と一緒に戦う。ここを開けてくれ。王子様、聞き分けのないことをおっしゃいます。王子様は王位を継がれるお方、まずその身の安全をお考えになってくださいます。分かった、今すぐルディアの城に行って助けを呼んでくる。ジン、死ぬなよ。掃除をお連れしました。ご苦労であった。ようこそルディアの城へ。しばらく見ないうちに大きくなられましたな。アクダム、これは一体何の真似だ。今あなたに外をうろつかれては困るのです。何しろ明日はわしがこの国の王となるめでたき日なのですから。なんだと、お前が国王になる。驚いておられるようですな。無理もない。本来ならあなたが王位を継ぐはずなのですから。しかし貴様はエルアスタの町で死んだことになっておるのだ。わしが送り込んだモンスターによってな。メイドの土産にいいことを教えてやろう。貴様の父国王アセルを殺したのはこのわしだ。10年前、モンスターが城に攻め込んできた時にどさくさに紛れて暗殺したのだ。王子よ、残されたわずかな人生を暗く冷たい地下牢の中で楽しむがよい。貴様の母フェリシアもいずれわしのものとしてやろう。心配せずにあの世へ旅立つがよい。
連れてけ。セリオス王子、ここから逃げましょう。何者だお前は。怪しい者ではございません。私の名はリュナ、あなたの味方でございます。味方だってどういうことだそれは。今は詳しくは申せません。後ほどゆっくりご説明いたします。ともかく兵士が来ないうちにここから脱出いたしましょう。We'll be right back.